like cold November rain. Like a mountain without a name. Like a song without a refrain.はい、設営終わりました。今日はずっとね、一日大雨で、まあ僕ら仕事やったんですけど、まあ、仕事終わりからこちらの方に来て、で今もう12時15分、まあ、10分ぐらいで設営して、まあ、もう今日はね、ニーモのダガーストームの三角テントなんで、もう一瞬で設営できます。でもね、まあ、雨は止んでくれたんですけど、風が結構あるんで、風のが嫌ですよね。あとはね、虫がね、やばいぐらい虫がいます。外でご飯を食べるのかを悩んだんですけど、なんか火使わんのも寂しいしなっていうので、ちょっと外でしてます。あんまりキャンプでこのダガーストームを使ったことはないんですけど、こうすごいかっこいいですよね。あれでテント内の中を光らせんかった。まあできればテントの中を光らせてほしかったんやけど、あんまね、風が強い時は焚き火ってしない方がいいので、今回はペレットでするので問題ないかと思います。いけてない？あ、ほんまやな、あんま分からへんな。いや、今テントをライトでどうやってかっこよく見せるかっていうのをやってます、樹里さんが。でもいけてないらしいです。あ、いけてる。いい感じになったな。これね、完璧です。あ、ごめん、座れんかった。気が利かない男でごめんね。うん、でも火はもうつけたで。蚊取り線香。今日の夜ご飯はホルモンです。ローソンの、まあこう僕ら恒例なんですけど、普通に美味しいローソンのホルモン。あっち、髪が汚い？ああこんだけ風強くて蚊取り線香って効くんかな、うん、効く？蚊と虫は違うような気もするけどまあしとこうか。今回は久しぶりの木和田キャンプ場に来ております、はい、やってきましたよ。はい、もうただいま12時回りました。また今からご飯食べていきたいと思います。もうね、こういう時は簡単にいつも、最近はローソンのホルモン鍋ですね。そう、美味しいんですよ。使いましょう。よし、じゃあホルモン鍋入れます。また帰ってお米を炊いたのと、お鍋に入れる具材を、用意してたので、はい、ありがとうございます。時間がかかりました。風防ないとちょっとやばそうやな。2枚だけこうつけて、サイドを上げれるようにしたらいいんじゃん。ちょっと待って、今なんか虫おった、うん、あ、よかったな。あがいてる、裏向いてあがいてる。私のところに入らないように。やばい、虫が絶対入る。これは入るぞ。あ、飛んでたあ、ちゃんと自分で飛んでいった。もう本当にあ、ほら私の足をあ、嫌やな、俺。テント内で食べようかな。ああ、そうしようか。もう絶対嫌や。卵でもご飯入れてたわけじゃない。卵も持ってきてくれた。これもやしを入れて、このローソンのホルモン鍋ね、もやし入れてある程度食べたら、ご飯と卵入れたら、舞茸も入れたんやって、ご飯と卵入れたら超美味しい。本当はチーズが欲しい。ダッカルビ？ダッカルビにしちゃう？リゾット系のね。リゾット系にしちゃう。じゃあ僕はとりあえずテントで食べたいと思いますので。ジュリは？ジュリは？あ、ジュリも2個回ってきたで。いただきます。ただいま12時50分です。湿気がすごすぎる。髪の毛が。やば、めっちゃ暑いし。え、まだ暑い？結構涼しいよ。これは、うん、え、何それ、ポキってなった。本当だ。あ、すごい。山平さんが買ってくれました。え、すごい。首折れた。2,900円でしたからね。あ、結構するね。充電式の扇風機、携帯扇風機です。5段階調整できるので、これ勝手に折れるね。勝手に折れる。勝手に折れる。普通にこのまま、あ、このままやるだけ。結構怖い。結構近い。あ、怖い。でもこれありがたいわ。さあ、食べよう。いただきます。動画を撮ってる時に扇風機をつけるのは超 NG。え？この音をめっちゃ拾ってしまうから。ということで、暑いけど消します。最悪。あ、いや違うから。いや、ジュリの守るために俺こうやってやったから。今もう最悪。俺ズボン持ってきてるけど、早くもうすごい染み込んできたから、あって言われました。あってなんか俺がしたみたいやけど。そこ足の締まりが悪いと思ってて、もっと開けないとと思っとって。もっと開くわ。しかも切れたし。もうやられました。いや、もういい。痛いつねってるから。いつものことでしょう。どっちかい？何がある？でもなくならんでよかった。てか、全部テントにこぼれんでよかった。うまいな。テントベタベタするとか嫌やもんね。いや。いただきます。あっ！それ俺悪くないからね。最悪。こぼした？え？ちょっと待って。え、めっちゃこぼしてるやん。めっちゃこぼれてる。なんでこぼした？意味わからんし。テントびちょびちょなってるやん、さっき。テントびちょびちょになるのは嫌や言うてる。もう大丈夫、ほら。すぐびちょびちょにしてるやん。私の方がひどい。びっくりした。え、なんでそんなことがすぐに起きるの？やるね、あんたやるね。ほら。うまい。気がやるからいいけど。やっちゃったね。夜に着いてからご飯炊くのは大変やから、家で炊飯器炊いて魔法瓶にご飯を入れておくと、ある程度あったかく持ってこれるので、いいですよ。うん、あったかい。ちょっと、こんな時間にご飯食べちゃいます。罪悪感を感じながら。めっちゃ汚い。危な。卵飛び出るとこやった。難しい。火使う？これなんか火使ってる方がいいよね。うん、夏でもこうやってさ、テント内でこう使うのは、うん、あれやな、暑いよな。まあこれでおじやして楽しんで食べて寝てしたいと思います。はい、幸せですね。ハプニングがでも、うん、幸せだね。ハプニング？これもう忘れとった。これ大ハプニング。んなあ、これ寝れるのかな。俺シラフいらんぐらいやな。うん、ごちそうさまでした。美味しかった。おはようございます。ただいま7時半。よく寝ました。まあ、6時間ぐらい寝たんかな。まあ、起きたらタープ張ろうかなと思ってたらなんか雨持ちそうですね。よかったよかった。じゃあまあ今からコーヒー飲んでいろいろしていきたいと思うんですけど、今日はなんかちょっといろんなことが打ち合わせとかいろんなのがあって、キャンプの商品の開発を、まあ、今やってるので、またそれのちょっと打ち合わせとかも今日この木和田キャンプ場でやっていくんですけど、まあでもここはいいとこですね。まあ、昨日雨降ったんで川はすごい濁ってるんですけど、この後ろが全部川なんですよ。で夏は全然泳げるしすごい良きところですよ。ここは結構お気に入りでよく来ております。今から、コーヒーを飲みたいと思うのですが、なんとジュリさんが焚き火で湯を沸かすなと言われたのでガスで沸かします。汚れがやっぱ取れないっていうので怒られます。男心としてはやっぱりね、焚き火台でしたいもんですよね。こうペレットなんですけど、なんかほんと便利。ちょっと気に入りましたね。薪は薪の楽しさがあるんですけどね、薪ソロで来るときね、薪割りがめんどくさいですよ。薪割りを楽しむ方も結構いらっしゃいますけど、僕はあんま薪割りは楽しいと思わないですね。ただ焚き火は好きですよ。焚き火は好きやけど薪割りはあんまり好きじゃないんで、薪ごと入れる、スノーピークの焚き火台のもう L とか、あとはキャンクマさんにいただいたキャンクマグリルなくてテコグリルとか、薪がもうそのまま入れれて燃やせる方が結構好きですね。このキャンプ場も全部貸し切りなんですよ。めっちゃ広いところで、いつもお客様で来ていただいてるご夫婦の、お二人が近くで今いてはるので、本当はね、なんかこのコロナの時に結婚式されるみたいだったんですけど、まあなんかコロナで延長になって、まあ、その時に使う写真を撮ってほしいってことを言われていたので、まあ、今日ここでお二人の写真撮影ができたらなと思っております。で、まあ、こういうところの木がいっぱいあるとこは、まあ、タープがせんでもいいからすごい嬉しいとこでもあるんですけど、まあここまでこう綺麗なキャンプ場ってそこまで心配しなくていいんですけど、結構野営する山奥とかでする場合は火が当たらなくてもタープ張る場合はどちらかっていったらこう虫とか木の樹液とかが上からこう落ちてくるためを防ぐためにタープしたりっていう感じですね。まあ、虫が一番嫌なんで頭の上に落ちてきたら、それだけはちょっとビビっております。さあ、今から写真撮影していきたいと思うんですけど、さあこのフロントのこの感じかっこいいですね。いやすごい、でもいい感じでございます。あれタープが 4m の、DD タープです。僕もね DD のが欲しかったんですけど、耐水圧はアクアクエスの方が上やったんで買ったんですけど、今買うなら DD タープの方買いますね。まあでもそんな綺麗にめっちゃ綺麗にしなくて大丈夫です。なんとでもなるので。時間大丈夫ですよ。いいんですか？はい、何も急いでおりませんので。これ生何でしたっけ？これオンウェイの焚き火台です。オンウェイの焚き火台。はい。これ最近。持ってる人多いです。あ、書いてます。オンで書いてますね。これいくらぐらいするんですか？1万円ぐらいです。1万円ぐらい。ステンレスです。1万円でカバーもついてる。あ、カバーもついてる。あ、それもついて。そういうのね、作ろうとかめっちゃ高いんですよ。あ、そうなんですか。だからそういうのもついてるって意外にすごいことやなと思って。作りとしてはシンプルです。見た目がかっこいいっていうのがあるな。で、ワンタッチで潰せて収納できるっていうのが、まあ、これの売りですね。まあ、デメリットとしたらワンタッチにしてる分ここの面積が狭い。もうちょっと本当は広くてもいいのかなと思うし、若干深さは別になくていいか。横幅が広い方がちょっと使いやすいと思う。あ、これって毎回組み立ててるんですか？あ、そうです。結構大変、これ大変ですね。めったに使わないです。おしゃれ用の時ですね。おしゃれ用か、なんか眺めたい時。眺めたい時。確かに、一個一個ですもんね、これ、組み立てが。この木のやつはどこのやつなんですか？ニトリです。これはニトリ。結構ニトリやっぱ持ってる人多いですよね。ということで、今から撮影していきたいと思います。まあ、シチュエーションは結構、こう川があって。こちらは緑があって、あっちが僕らのサイトです。まあ、すごいいい場所でしょう。ここが木和田キャンプ場です。大阪からは2時間ぐらいかかるんですけど、まあ、僕は結構気に入ってる場所ですね。よし、じゃあ今、撮影が終わりました。まあ、久々の撮影、楽しかったですね。写真を公開してもいいのかわかんないですけど、公開してもいいとしたらこちらです。どうぞ。こんな感じです。まあいい感じに撮れたかなとは思います。なんか何に使う、結婚式の何かに使うってことなのかな、なんかわからないですけど、まあ、喜んでいただけたら嬉しいでございますよ。微力ですが、微力っていうの？微力ですか？微力？ジュリさんがハムを作っていただきました。焼いていただきました。でもこの後お昼ご飯はまた豪華に行きましょうか。うん。まあやっぱ結構油はすごい。うん、これ何やったっけ、コストコのなんかいろんなところ磨ける。一応なんか洗車用みたいな。車のホイールとか。あ、そうそう。でもすごい吸い取るし、洗って何回も使えるから、うん、便利。まあノコギリが何かと言っても便利ですね。こっちの方がこう貫通をやっぱしやすいですね。そうそうそう、確かに。なので逆にだもんね、いろいろ。閉めるっちゃ楽しめます。どうかなっていう。いいっちゃいいし、微妙っちゃ微妙じゃないですか。要はその風の行き場が両方。そうですね。ただある程度は。このこっちででもやっぱり火事みたいになりそうだと思ってますね。こっちから風が今抜けてて、こっちから火すごい抜けてます。やっぱりなんか固めのがいいと思ってます。こっちのすごい外側も変形してるんですか？いや、これはじゃあしないです。はい。なので薪のどれくらいのかな、消費量は多分こっちの方がそう僕らが冬やるんやったらもうかなりこう突っ込んでいくので、はいはいはい、でかいめっちゃ入れるだけ入れてます。いや全然。あ、でもこんだけ薪入れれたらすごいですね。テープでやるより薪で2本でやる方が、だからそのペレットの仕様としてはさっき上さんが言ってたみたいに雨の日とかそのにパチパチできないと思う。でもだったらどう？今回の薪2本入れやったらはぜないんでいけますよね。いけるでしょう。すごい。あ、でもこんだけ火上がれば冬でも断然いけますね。今日ちょっと朝写真撮影が終わって、昼から焚き火台のちょっとね新しく今作ってるのがあって、でそれを作る打ち合わせでもう5時間ぐらいちょっと焚き火台作るのにいろいろやってたんです。全然動画は撮れてなかったんですけど、なんかまあ作りたかった焚き火台にだいぶ近づいたんで良かったです。はい、ということで今回の動画ありがとうございました。では。